はい、どうも、イーサピーの時間が始まるぞ。まあ、そんなことで今日も動画を更新していきたいと思います。今日は火曜日ですね。で、僕ね、今回4連休だったんです。土日月火と4連休で、まあ、この今日が終わってしまうと、あとは大変なことになっています。しばらくツーリングは行けない状態となってしまいます。まあでも今回ですね、昨日か昨日の段階で天気見ると、朝はねちょっと雨みたいな感じだったんだよね。だからちょっと嫌だなと思ってたら、昨日の夜ぐらいからなんかちょっとずつ変わってきて、いい感じになってきたんですよね、天気がね。まあいい感じっていうか、曇り、雨はまあなんとか持ちそうなのかな。 40% だから何とも言えないんだけれどもね。ということで今日はね、ツーリングに来ています。ちょうどね、家から出て60キロちょっと走ってきたかな。で、家から出て60キロぐらい走ってきて、そうね、6時、今日はね、前回の調子とは違って朝早く起きて6時過ぎぐらいに出てきました、家を。それで30キロぐらい走ってさ、まあ、ちょうどマクドナルドがあったんで朝ごはん食べました。まあ家でもパン1枚食べてきたんだけど、ね、ちょっとねお腹空いちゃったし、休憩がてらね、マックでちょっと30分ほど休憩してきて、今現在9時20分ぐらいなんのかな。だから家出て3時間20分10分とかそんな感じでしょうかね。で、今日の目的地はね、足学母。最終的な目的地は足学母に行きたいな。よく動画でさ、YouTube で足学母ね、見てるじゃないですか。見てるというか、まあ僕はね、見るんですけども、よく見る動画で、よく見る動画でっていうか、よく見る元ブロガーさんで、僕はゴジャスさん、見るんだけども、ゴジャスさんも足学部行くじゃないですか。だから、行ってみたいなと思います。ゴジャスさんいるかな？いるかどうかは知らんけど。こういう使い方で合ってんのかな？まあいいや。で、最初の目的地はですね、滝を見に行きたいと思うんですよね。で、今回、前回調子行った時は、ツーリングマップルで行ったんだよね。ナビなしでね。で、やっぱりね、今回はね、まあ、僕ぐらいのレベルになると、やっぱりね、ツーリングマップルじゃなくて、やっぱナビを使うことになるんですよね。景色綺麗だな、いいね、こういう緑が。で、いろいろ考えたら、 Google マップ使うか、 Yahoo ナビ、 Yahoo のナビのアプリね使うか、いろいろ考えたんだけども、やっぱり、まあ、バイクに特化しているツーリングサポートっていう、ナビタイムのツーリングサポートっていうのに今日使ってるんだけど、これね、いいね、使いやすい。Google 先生みたいになんかちょっとおかしなところ行かせるようなこともないし、あとこれね、いいのはね、まあジグサーの場合あんまりね、関係ないけど、ガソリンスタンドが表記されるときに、そこ、値段がね、大体出てるんですよ。まあ、その時の値段かちょっとはわからないんだけれども、直近の値段なのか、少し前の情報なのかわからないんですけれども、だから、それ見て安いところに行くと、まあいいんじゃないのかなと思いますね。まあそんな感じなんですけどもね。で、そのツーリングサポートのナビは、
まあ、月間400円だ、年間だと4000円で、まあ、使うことができるんですよ。でソフトバンクの場合はね、なんか月間で300円で使うことができるらしいんですよ。で僕の場合ソフトバンクなんで、まあ、300円で使えるんだけれども、今回はとりあえずね1ヶ月のお試し期間無料なんですよ。それで今無料期間で使ってるんだけど、今日ね、まあいいよね。今日ちょっと曇ってるからさ、ちょっと冷えるね。もうなんか下にちょっと長袖着たかったな。家で探したんだけど長袖見つからなくてさ、どこ閉まっちゃったんだろう。仕事の長袖はあるんだけど、仕事の長袖じゃな、しょうがないしね。いやーいいね、いいよこういうところ大好き、こういう景色大好き。いいよいいよ、いいですよこういう景色。前回の調子行った時のさ、ツーリングの動画がまあ上書きしちゃったのか、あるいは僕が破棄しちゃったのかちょっとわからないんだけれども、データがねなくなっちゃいました。さあ動画編集するかなんて思ってたらなくなってたからな、ちょっとショック。まあでそれもあるんだけども、でその時使ってたメモリーが16ギガのメモリー使ってたんだよね、 SD カードね。16ギガじゃさ足りないんだね。16ギガだから1時間ちょっとぐらいしか取れないんだよね。で今回は32ギガを準備してきました。32ギガだとだいたい3時間ぐらいは取れるらしいのよ。で32ギガをまあ一応念のためもう1枚持ってきたんだけど、だから大丈夫、今回は大丈夫なはずだ。でバッテリーが問題なんですよね。バッテリーがね比較的早く終わってしまうんで、でそれも考えて一応もともと標準でバッテリー2個ついてたんだけど、まあだから2個もう1個持ってきて充電してきてある。で今使っカメラにつけているのがと交換してる時に、まあ、USB ので充電しようと思ってテーブルもね持ってきてるんで、まあ、その辺もなんとかうまくいけるんじゃなかろうか。ん？ここか？いやー山道で寒いね。いやーちょっと寒い今日。地元の方出る時もちょっと寒いなと思ってたけど、意外と冷えるな。あでもなんか熱風みたいなこともあるけど、うん、こういうコースいいね、面白そうだね。あ寒い。寒い、ちょっと寒い。やっぱり長袖必要だったな。ちょっと雨が、あ、いいじゃん。気持ちいいね、こういうところ。いいよ、いいよ。で、ナビ、そうそうそう、ナビ使ってんだけどさ、インカムがないから、音声がね、聞けないっていう。で、一応ね、300円、100均ショップで300円で売ってる、イヤホンを買ってあるんで、Bluetooth 経由でね、ちょっと今つなげてないんだけど、それちょっとつなげてみようか。そしたらどんな感じになるんだろう。聞けるかな。イヤホンをセットしてみようかな。あ、やってないじゃん。やってないけど、あ、やってるのか。ちょっと失礼させてもらって、ちょっと準備してみますか。あ、やべえ、外れちゃった。なんだよこれ。シールドが外れちゃったよ。たまに外れません？よし。OK。で、これで音声聞けるかな？ただ、なんか耳がなんか変だな。なんかちょっと。やっぱり、インカムが必要かな。音声聞くとしたらね、やっぱインカムあると便利なんでしょうね。Bluetooth 経由でね。うん、あ、何これ。